どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズです。はい、ハニーさんが今日登場ですけど、こんにちは。今日はまあ緊急と言いますか、まあ緊急でもないんですけど、一個歌でめっちゃ難しい歌があるとハニーさんが練習してるんですけど、はい、まあ、歌の練習だよと。前ね、ちょっと前にね、あの愛のストーリーもお外で歌の練習したよってことで、今度お家の中で歌の練習しようというね、なんかそういうシリーズのまあ第2弾ということになるんですけど、はい、今日のテーマソングは米津玄師さんのさようならまたいつかという今の話題の朝ドラの、主題歌なんですね。でこれが今、まあ、どういう流れかというと、ガズレレ大学っていう YouTube メンバーシッププログラムをやってて、今課題曲になってるんです、うん、なんであの彼女は別にうちテレビがないから、そもそもそのドラマをまず見てないっていうのは1個と、あの米津玄師さんの曲も聞いたことない、うん、で僕もそのガズレレ動画で取り上げた時に初めて、すごい曲だなと思いながらレッスン動画こう収録して皆さん公開してで今ねそのガズレレ大学の課題曲がこれになってるんですね。でまあもう全国のそのガズレレ大学生とともに毎週2回、ガズレレ大学の講義でこれを取り上げてるんですけど、とにかく歌が難しいんですよ。で演奏も難しいんだけれども、 その前にとにかく歌を歌えないことに話になんでってなってて、で結構前半A メロ B メロサビっていうのがあって、うん、A メロ B メロまでは結構良くなった。頑張った。サビでですね、またちょっとつまずいてるから、これ面白いから、またレッスン動画、歌の練習の動画にしようかということなんです。まあ、ひとまず今言ったように、あの、ガズレレ大学っていうの面白いんですよ。うん、YouTube メンバーシッププログラムで毎月590円で、毎週2回ですからね、ライブ配信によるスペシャル講義、決まった課題曲どんどん変わっていきます。うん、をみんなでもうあたこうだ言いながら僕がこう伝えていくみたいな、チャットでそのリアルタイムでライブ配信ですからね。やってるんですけど、過去3年分ぐらいのアーカイブも全部、あの、遡って見れるようになってますんでですね、うん、自分がやりたい曲、その、遡ってやってみるのもいいかなと、おすすめなんで、概要欄にチェックしてください。で、どんな曲か、ちょっとやってみましょうか、いけるとこまで。いいですか？ガズレレレッスン動画公開されてますからね、この動画、概要欄にこのガズレレのレッスン動画貼ってあるんで、それを見てもらいたいと思います。これがまあ、なかなかすごい曲なんですよ。ちょっとやってみましょう。一緒にやるの？そう、じゃあ僕だけやってみるか。はい、ワン、ツー。ちょっと俺カタカタ当たっちゃうんだけど。今ね、ソファーがね、あのうち注文しててね、ちょっと今ソファーがない時代じゃない。時代だ。時期なんですよ。だってちょっとソファー来るまでこのね、シングルなんだよね。まあいい。ワン、ツー、スリー。どこから春が巡り来るのか、知らず知らず大人になった。見上げた先にはツバメが飛んでいた。つない顔で、もしも私に強さがあれば、願うたびに悲しみくれた。さよなら100年先でまた会いましょう。土砂降りでも構わず飛んでく、その力が欲しかった。誰かと恋に落ちてまた砕けて、やがて離れ離れ、口の中と血が滲んで空に唾を吐く。まただけ羽を広げ、気ままに飛べ、どこまでも感じなんです。ちょっと今間違えたけど、歌で言ったら、まあ、こんなような感じなんですね。いや、これさらっと今ガズさんやりましたけど、これすごいんですよ。やってみたら分かります。ぜひ皆さんやってない方、ちょっとこのガズレレ動画を見て練習してもらいたいんですけど、じゃあハニーさんちょっと4つ弾きでいいんで、歌はちょっとやってみましょう。まず A メロ B メロまで、これもかなり練習しましたから、じゃあお願いします。どこから春が、ワン、ツー、ツー、はい、どこから春が巡り来るのか、知らず知らず大人になった。見上げた先はツバメが飛んでいた。巨大顔で、もしも私に翼があれば、願うたびに悲しみにくれた。さよなら100年先でまた会いましょう。
ここまではまあちょっと危ういところがあります。これまあめっちゃ難しいんですよ。特にね、まあ全部難しいんだけど、あの演奏も難しいです。コードもね、ちょっと変なコードっていうかね、F シャープマイナーっていうコードがね、こう風に出てきたりなんかするんで、まあそれはレッスンで確認してもらいたいんですけど、今日はその弾き方をちょっと置いといて、歌なんですね。ちょっとゆっくりいくと、どこから春が巡り来るのか知らず知らず大人になった。すごいこう低いとこから高いとこまですごい出るんですね。見上げた先にはツバメが飛んでいた、気のない顔で。ここはまだ序六時と。でその次、もしも私に翼があれば願うたびに悲しみくれた、さよなら100年先でまた会いましょう、心配しないで。ちょっと上がりますと。でこっからはちょっと難しく、いつの間にかいつの間にか花が落ちた、誰かが私に嘘をつく。ここの嘘をついた、これでソから上がるんだよね。嘘をついた、誰かが私に嘘をついた。ここのね、ソで上がるっていうのはね、ここが難儀します。でその次、土砂降りでも構わず飛んでく、土砂降りでも構わず飛んでくか、うん、ここがね、このすごいのよ、この乱高下が、うん、土砂降りでも構わず飛んでく。どうぞ。女子だとちょっと、じゃ下だと低すぎるの。どうしゃぶりでも、どう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 、どうしゃぶりでも構わず飛んでく。そうそうそう。今度下が出ない。そうなんだよね。女子はちょっと歌いづらいってキーなんですけど、まあとにかく、まあそれは置いといたとしても、なかなかここ難しい。その力が欲しかった。で、今日のメインはここからサビです。じゃあ、今の状態でちょっとやってみましょう。誰かとこに、どうぞ。誰かと恋に落ちて、あ、違う、上で歌うか。誰かと恋に落ちて、また砕けて、やがて離れ離れ、口の中で土が滲んで、空に唾を吐く。いいじゃん、先生。瞬け、羽を広げ、気ままに飛べ、どこまでも行け。いいね。できちゃったけど、まあ細かく言ったら、これまで来るまでももうずっとやってたんですよ。だからまあかなり上達してるんだけど、やっぱ難しいことはね、ここなんですよね。誰かと恋に落ちて、まだ砕けて、やがて離れ離れ、ここですごい下がる。これやがて、はやがて、えで、やがて離れ離れでしょ。口の中だと血が滲んで。ここの次、空に唾を吐く。ここが難しい。空に唾を吐く。ちょっとその口の中から言ってみましょう。口の中だと血が滲んで、空に唾を吐く。ここが、小杉さんがやってるのは、ちょっとこのキーボードでやると、空に唾を吐く。これはね、あんまりかっこよくない。本当はというか、空に唾を吐く、この黒い鍵盤なんですよね。ちょっとこれ 見えないか。空、この黒い鍵盤、ラに唾を吐く。ちょっとこのブルースっぽく歌うのが格好いいね。つまり僕はやってみると、口の中だと血が滲んで、空に唾を吐く、空に唾を吐く。この空に、この黒い鍵盤の時に、この鼻をね、空に唾を吐くってやるとうまくいくんじゃないかと思うんだけど、あのよくね、あのソウルフルに歌うシンガーの方って、こうやって
こうやって鼻をやるときって大体結構この黒い鍵盤のところを押さえてるんだよね。だからそれをちょっと意識して、もう一回口の中だと血が滲んで空に翼を、空に、もっとやったらしい感じ、もっと下がるってこと、もっと下がるです。空に翼を、で、空、例えばこのさっきのこれで言うとっていうよりはソーラーニーってこうしゃくるといいんだよね。ソーラーニーツバ、僕がやってみるとの中田と血がにじんで、ここもにじんでも、うんうん、そうだね、黒い鍵盤、口の中田と血がにじんでソーラーニーツバを吐く、こんな感じです。このいやらしい感じっていうか怪しげな感じ、せーの、口の中そうそう、今のいい子だった。血がにじん、これ血がにじんで、この鼻の穴を広げる感じ、もう一回、口の中鼻と血がにじんで、いいね、そんなにつば、ラがラだから、ソーラーに、ソーソーソーラーソー、そう、もっと下がる、そう、下がるっていうか、ソーラーに、こう下からしゃくる感じ、ソーラーに、そう、ソーラーニソーラーニで、ソーソーラーニ、ラーニツバを吐く、吐くもだからね、吐く、だから滲んでとソーラと吐くの吐、なるほど、口口、はい、口の中だと血が滲んで、いいね、ソーラーニツバを、ちょっとさ、だがね、やっぱりあれだよ、追っかけすぐ来るから、うん、口、ちょっと聞いててね、口の中だと血がにじんで空に唾を吐く、強調すればいいじゃん、なるほど、ちょっとこうダミる声を、なるほど、口の中、一緒に、口の中だと血がにじんで空に唾を吐く、さ、ほんと急に来るね、まあまあそうよ、息継ぎがどこでするかわからない、そうで、口の中だと血がにじんで、ここだね、にじんでの後でいいんじゃない、その前、口の中もう一発よ、もう、あ、そう、だって口の中だと血が、全然余裕だよ、全然余裕、もっと息吸っとけん、最初にで、ここも一発、空にそう、空に唾を吐くぐらい、そりゃそうでしょ息継ぎは、いっぱい空気吸わないとよ、せーの、はい、口の中できない、にじんにじんで空に、そう、うん、せーの、はい、口の中鼻と血がにじんで空に唾を吐く、ラがちょっとた、あの忘れちゃってる、あー、空に、これにじんでてできたって思っちゃってる、うん、畳みかけてくるから、口の、せーの、はい、口の中鼻こうムーって立ってるだけでさ、うん、メロディー、あの黒い鍵盤歌ってない気がするんだけど、そう、ラはそうだと思う、でもにじんではいいと思う、あ、そう、うん、もう一回、うちの中が血がにじんで空に唾を吐く、今良かった、すごい、あ、そう、今良かった、すごい、あ、そう、もう一回、せーの、はい、口の中あ、そう、なんか掴んだ、ちょっとまたよくわかんないけど、なんかあーって、なんかなんかね、あーってこうぐちゃっとするっていうか、ちょっともう一回でいい、いいよ、せーの、はい、口の中鼻と血がにじんで空に唾を吐く、いいんじゃない、結構いい感じ、はーって感じ、なんかそうそう、はーって、しかもはーってんじゃなくて、はーはーはー、ちょっとしゃくる方がやりやすいと思うんだよね、口の中血がにじんで空に唾を吐くみたいな、これがまあブルースっぽいっていうか、なんかこう、こうちょっとこうなんてエモいんですよ、ちょっと最初からやってみよう、誰かとから、せーの、はい、誰かと恋に落ちてまた砕けてやがて離ればなり、口の中と血がにじんで空に唾を吐く、
構いい。そういうことか。なんとなくいい感じで。誰かと恋に落ちてまた砕けてやがて離れ離れ口の中あたと血が滲んでそこらに詰まる吐く。あ、うまい。よくなった、すごく。ここね、かっこいいですよ。ちょっとじゃあ小杉さんだけど、ワン、ツー、スリー。誰かと恋に落ちてまた砕けてやがて離れ離れ、いいね、口の中あたと血が滲んで空に唾を吐く、瞬け羽を広げ気ままに飛べどこまでも行け、百年先を覚えてるから知らねえけど、さよならの何もか。ああ、でも高いけどすごいよくなった。素晴らしい。ってな感じで、分析してるんです。でもこれ、まず今の、今日はさ、そこのところでつまずいてくる。その前までもね、いや、いつの間にかのね、大変だったよ。いつの間にか。ここが大変だった、いつの間にかが。はい、いつの間にか。まあ、ここのね、誰かが私に嘘をついたところ、うん、ここがもうやばいんですよ、うん、ハイパー難しい、ここは分かんなかった。あと、こういう、ここも難しかったよ、最初。最初ね、A メロのね、うん、どこから春が巡り来るのか知らず知らず大人になった見上げた先にはツバメが飛んでた、気のない、うん、ここね、しかもリズムも G シャープからF シャープマイナーシンコペーションで、見上げた先はツバメが飛んで、ここのリズムもややこしい。しかもカッティング入れてね、これガズレレ大学ってみんなもうヒーコラヒーコラもう夢中になってやってるんですよ。ちょっとカッティング入れてやってみようよ。練習です。これさ、弾くと多分歌えなくなるんだよな。まあまあいい。それもちょっといい、ね、今日は皆さん披露します。これ途中を見るのが面白いんだよ。ワン、ツー、スリー。どこから春で練習した、すごい。もしも私に翼があれば願う旅に悲しみに暮れたさよなら100年先でまた会いましょう、失敗しないで。素晴らしい。ちょっとまだでも練習すればできるようになるんだよ、ね、そう、だからさっきのとこはもう弾いちゃうと そういうところまでも意識がいかないで、ね、CPU が回っていかないでね、うん、なんかさあ、でもすごいね、カッティングも。ちょっと一個言っていい？どうぞ。この曲さ、サビに行った時にすごい聴いてる時はさ、うん、こうスコーンって出てさ、あ、そう、簡単になると思う、すごい簡単なメロディーで気持ちよく歌えるかなと思って頑張ってさ、 A メロと B メロさもうさ、こうシャーってやってたの、うん、そして最後さ、やっぱサビが難しかったね。サビが難しかった。いや、僕もね、そう思った。サビは歌いやすいと思ったらとんでもなかった、ね、なんかさ、乱高下がある方がガツンって言われたら覚えるんだけどさ、微妙のね、微妙なね、1個違いとかさ、半分違いっていうのがさ、
当にね。そう。まあでも今のさ、空に翼を吐くところは、やっぱりここはちょっと急にね、そのブルースっぽくなるんだよね。でもさ、そこがかっこいい。ヨネツさんもさ、ここさ、しゃがれてるもんね。そうそう、空にってね、うん、ちょっとこう、ここやんちゃな感じが出るんだよね。そう、出てたね。だからなんかなと思ったけど、そういうことなの。そう、でもカッティングもすごいね、マジで。そうで、私も本当カッティング大学。ガゼレレ大学をやってると、本当にカッティングがすごくなるよね。全然いなかったもん。あの、ガゼレレ大学の生徒さんはね、もうすごいカッティング上手になっちゃう。はい。ということで、じゃあ2人でもう一回セッションしましょうか。行きましょう。ちょっとあのサビあのなくてあのハモらないでね。なんで、あ、いいよ、じゃあ主旋律でね。そう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 、はいはい。一応でもすごい仕上がったね。うん、うん、まあ、ゆっくりめでいこう。はい、行きます。ワン、ツー、ワン。どこから春が巡り来るのか知らず知らず大人になった見上げた先に津波が飛んでた日の波かけもしも私に翼があれば願う旅に返しにくれたさよなら100年先でまた会いましょう心配しないでいつの間にか花が落ちた誰かが私に嘘をついた土砂降りでも構わず飛んでくその力が欲しかった誰かと恋に落ちてまた砕けてやがて離れ離れうちの中と違い散んで空に翼を吐く今ねこれで朝ドラでやってるわけじゃないですか。で朝ドラ見てる人ぜひこれ挑戦してもらいたいと思うんだけどやってみ。この歌のメロディーがもう米津玄師大先生もねちょっともうかなり斜め上ですよ。いやさしかも普段多分普段聞いてる人もこうだろうと思ってたらちょっと実は違ったりするんだよね。そうそうそう、この黒い鍵盤っていうのでよう出てくるからね。そうなんだ。12音階気持ちよく歌ってると違うんだよね。いやそうでもあんだけ難しいとかギャーとか言っときながらいつでも今歌ってるもんね。そうね、ぐるぐる回ってる、ね、もうねハマっちゃってるんです。そうすると楽しくなってくるんだよね。まずできるようになると、ね、しかも今見てもらったら分かるけどこのカッティングが難しいんですよ。このさ、サビやるとこれがね結構難しいの。簡単に聞こえるでしょ。この2ブロックにまたいでるこの8ビートのちゃんとこのシンコペーションみたいなやつ、これで歌うとなるとまたなかなかすごい。こういうことをガズレレ大学ではやってるんですよ皆さん。ガズレレ大学はなかなかすごいよ。あ、だからあの16ビートとかカッティングとかを練習してるぐらいじゃないとちょっと、うん、あのガズレレ大学はねちょっと難しすぎるかもしれないんだけれども、うんうん、ちょっと挑戦したい人はいいと思う。で分かんないことあったらチャットでその場でどんどんチャットで質問してくれたら僕がこうだこうだって説明してねあのいろいろやっていくという流れになってるんですよ。とにかく皆さんあのこのさようならいつかまたいつか今度曲マジでやばいから。で時間にしたら1分とか1分ちょっとの曲なんですよ今のもね。いやその中にとんでもないですね。もう米津節がもうたらふく詰まってるということで、もうまずウクレレの練習も何も歌を覚えるところでまずすごいことになってる。いや今日はまあ急遽というかね、今日水曜日と大体土曜日にガズレレ大学大体というか基本水曜日と土曜日に、講義があるんですよ。だから今日水曜日だから今日の夜9時から ね、 そうですね、その今日 の、 あのガズレレ大学講義があるからその前にちょっと今ねここで練習してたんだよね。でこれ撮ろうっつってでも練習してから結構あのもうなんていうのかなすごく良くなった最初から。素晴らしい。ちょっともう一回この口の中仕上げ口汚くてもいい？いいよ。せーの、ザン。口の中と血が滲んで空に翼を吐く。いいよいいよいいよ、そんな感じ。そんな感じ。口の中と血が滲んで空に翼を吐く。ここの怪しい感じが、ね、表現できるといいんじゃないかな。いやでもそれにしてもすごい成長してるわけです。
はい、なんでもね、もうこの曲できんのかなと思ったけど、できるようになるんですよ、これがカズレレ大学ではですね。いやいやいや、ぜひぜひ、お楽しみくださいということで、まあ皆さん、ひとまずはこのレッスン動画、はい、さよならまたいつかやってみたら分かりますから、やってみてください。はい、いや、音楽って楽しいね。こう、本当カジュアルな曲をパッと弾くのもいいけど、たまにこういうね、なんか宇宙レベルのね、なんかこういう曲をやるとですね、まあもう脳みそのなんかちょっとこの構造が変わっていくっていうか、そういう面白いね、脳内リフレッシュ効果もすごく高いと思いますけど、でもできるようになっちゃうとこれは気持ちがいいんだよ。ガズさんはもうできるから、なかなか気持ちよくプレイできる。奥が深いでございます、はい、ぜひ皆さんも、やってみてください。だからちょっと難しそうだなと思う曲にあえてトライしてもらうのもいいよ。本当夢中になれるから。ただし本当にギャーってなるけどね。だからさ、やっぱり一人でやってると何が難しいかも分かんないじゃん。ああ、まあまあそうね。なんだけど結構そのガズ台とかってさ、あ、みんなからもね、実はそうそう、それが難しいのみたいな ね、なんか発見があるから。まあそりゃそう、ガズ先生は全部できちゃうもんね。そうどこがみんなができないかっていうのは分かんないわけですね。そう、うん、確かに。まあそういうわけで、なんかガズレレ大学もなかなか面白いことやってますね、ということで、まあガズレレ大学のご案内も下に貼っておきますけれども、はい、ってことで今日はこの春の今日晴れた一日、ね、晴れた午前中にですね、もうお歌の練習しましたと。でも結構良くなった、うん、やっぱね、ありがとうございます、はいはい、でもこれまたやっとかないと忘れちゃうからね。そうだね、日々日々楽しんで音楽で。先生ありがとうございます。はい、どうもです。毎日やっぱり5分でも3分でも弾くのがやっぱりおすすめですよ、ね。うんうん、ただいま G ラボのウクレレたち販売予約受付期間真っ最中ですからね。あのニューカラーのチェリーサンバーストもかっこいいですよ、うん、はい、いろいろチェックしてみてください。概要欄に詳細貼っておきます。あとご機嫌ガズレレレーズ読んでね、これめちゃくちゃいい本だから本当によろしくお願いします。さあそれでは楽しく音楽していきましょう。今日のガズレレウクレレレッスンはお歌の練習動画になりました。バイバーイ。